島尻方、北山、中山、南山。島尻は、沖縄本島の南西部地域である。島尻地方、島尻地区、島尻方。沖縄本島は、北東から南西に、国神、中神、島尻に三分され、島尻はその一つである。中心都市は、那覇市。島尻とは元来は、島の尻の意味ではなく、島の南を意味する。 近現代に五原俗海により、島の尻と解釈され、さらに、本島南部に、転移している。沖縄本島を3分する体制は14から15世紀の、宮間時代に由来し、島尻は、宮間のうちのほぼ南山領にあたる。ただし、現代の国馬側より、北側の那覇の一部と首里は、琉球古来において、中山領であり、 小波市の首里海都と共に島尻方に組み込まれたと考えられる。1896年4月1日沖縄県の軍編成に関する区段の施行により、島尻方及び久米島、ケラ間諸島、トナキ島、阿ニ島、伊平屋諸島、伊ト鳥島、大東島の地域をもって行政区画としての島尻軍が発足した。島尻軍は通常は 島尻に含まれない、本島周辺離島及び大鳥島、大東諸島の島々を含み、1972年には、本来は国神だった、伊部屋村、伊勢名村も移管された。那覇区は、当初より、島尻郡から分離されており、その後も、数市が、郡から分離した。中神だった西原町の一部が現在は、那覇市に属する。また、 1896年県区政施行の当初、里陸には、中上軍11紛りの軍役所が置かれ、中上の一部として機能したこともあった。ただし、那覇首里陸ともに1896年以降名分で、島尻軍あるいは、中上軍の一部と規定した法令は存在しない。市町村高度順。AB 里陸に相当 AB 久米島1921年に、 中上組役所が、儀の湾村に移転している。また、那覇市に組み込まれるのは、沖縄戦後の1954年である。ありがとうございます。